ニジニエリホボルイは1927年までモスクワに存在した村。リホボルカ川を挟んでベリフニエリホボルイの対岸に位置しドミトロフ諸星が通っていた。鹿のコンスタンチン・アベリアノフによればニジニエリホボルイの起源は現在の大アカデミー通りのわずかに西側に位置していた村トポルコボであるという。トポルコボは1560年に イヴァン・シュイスキー講師の領地として、初めて資料で言及され、15世紀には、従者たちによって利用されていた可能性がある。村には、木造の新種ミハイル教会が建てられていたが、1593年には、神原修道院が建造され、1646年には、セミオン・シャホフスコイ講師の所有となった。1652年には、ニコンソ主教の所有にて裏きのの、 付属村とされた。1704年から1711年にかけて、東部ドミトロフ諸世への人口移動が起こり、以降トポルコボの名は資料に登場しなくなる。代わって、村は、リホボルイとして言及されるようになった。しかし18世紀末になると、村は、リホボルカ川によって分割され、ベルフニエリホボルイと、ニジニエリホボルイが誕生した。村は、 ピョートル一世時代には、静止の土の、1738年には、経済コレギアの管轄とされた。1812年ロシア戦役の際には、フランス軍の略奪にあったが、ほどなく復興した。1838年には、ドミトルフ諸世からリホボルカ川をまたいで上下、リホボルイを結ぶ橋が建設された。 1851年には村にモスクワ・サンクトペテルブルク鉄道が開通し、1884年には橋の隣に石造りの新士ミハイル礼拝堂も建設された。20世紀初頭には村にモスクワ環状線争線が通った。しかし、その後の村は1927年にモスクワ市へ組み込まれ、最後まで残されていた村時代の家屋と礼拝堂も、 1950年代から1960年代の再開発によって取り壊された。ジに入りホボルイの名は、5カ所の指導、そして第一及び第三道路にのみ残されている。ありがとうございます。